お客様作りの仕組みがうまくできていなかったら、どんなにいい商品でも、どんなに有料サービスでも、どんなに企画でも、新しい企画でも、どんなに店舗でも意味がないんです。なぜなら、お客様に使っていただいて初めて売り上げや利益となるわけです。で、会社の中にある段階ではどんなものもコストなんですね。これドラガーさんが言ってることです。だからどんないい商品でも、どんないい新企画でも、どんないい新店舗でも、お客さんに使ってもらわなければそれはただの経費なんです、ね、赤字になっちゃうわけです。で、そういった意味ではいかにお客様を作っていくかが大事になってきます。で、そういう意味では企業のプロセスの中心としてあるものは顧客の創造のプロセスであるはずなんです。だから経営計画の中心もこれなんです。ただしこれが分かりづらいんで、皆さんには経営の3つの努力という話を申し上げているわけです。それでそのプロセスということで繰り返すことは大事なんですが、学習においてもそのプロセスは大事になってきます。繰り返しやはり練習していくこと、まあ、こういうのを両稽古と言いますね。で、私が初めて両稽古という言葉を聞いたのは武田先生の、この戦略社長というビデオの中で初めてなんですね。実はここにありますよね、これです。この戦略社長というビデオでですね、まあ、ここから戦略社長ジムとか戦略社長大学という言葉を使っているんですが、このビデオの中で社長の実力向上対策ってあるんです。で、この中で武田先生は初めて両稽古、両をすることも大事だということをおっしゃっています。だから本も繰り返し勉強することは大事だっておっしゃってるんですね。で、皆さんに非常にインパクトのある質問をしてみたいと思います。